七里は大地先端部付近の空中写真ニラサキの地名の由来となったニラの葉に似た形状であることがわかる。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ニラサキが暗な誰の地形図ナリガ岩は山梨県の海北地方にある大地。抗議には長野県諏訪郡富士見町から山梨県の北都市の小渕沢町、長坂町、 大泉町、高根町とスタマ町の一部を経て、韮崎市の中心地まで達する大地のことを指す。約20万年前に発生した八ヶ岳の山体崩壊による韮崎岩雪流と呼ばれる岩屑なだれが形成した平坦地を西側の釜無川と東側の塩川によって侵食崖を形成したものが七里岩である。協議には釜無川の侵食により形成された。 川沿いに連なる高さ10メートルから40メートルの断崖のことを指す。この山体崩壊した土砂の体積は約10キロ立方メートルと推定されており、七里岩を生み出した岩屑なだれは甲府盆地を横断し、反対側の曽根丘陵まで達している。この断崖は国道20号から見ることができる。南北の長さが30キロメートルにも及ぶので、 七里岩という美笑が付けられたとされる。なお、正式には七里岩であり、七里貝岩という名称は正しくない。大地の形が絶妙であり、ニラの葉に似ているので、その先端部のある地域をニラ崎として、ニラ崎市の地名発祥の一つになったとされる。大地の上は一部に流れ山を残し、概ね平坦である。 しかしながら、水利に恵まれていなかったので、第一南部のニラサキやスタマ地区は近代に入るまで、開発が進まなかった。現代では、桃などの生産が行われている。一方、第一北部は、八ヶ岳からの湧水により、水利にとても恵まれており、江戸時代には、カイノ国の中でも、有数の米生産地であったとされる。小渕沢町、長坂町、 大泉町及び高根町は、その町域のほとんどがこの大地の上に存在する。中央本線や中央自動車道は、韮崎市を過ぎるとこの大地へと登り、長野県へと通じている。大地の崖下を流れる釜無川と塩川には、それぞれ並行して、甲州街道と佐久甲州王冠が走っていた。現在では、それぞれ国道20号と国道141号に相当する。 金星においては、いつみじや新州王冠、信玄の某道といった交通手段が存在し、それぞれ甲府から新州までの道を結んでいた。なお、新州王冠は、現在の長野県道、山梨県道17号地の北斗にさき線に相当する。大地北部は湧水に恵まれ、長野県富士見町の井戸尻遺跡、山梨県北都市の金星遺跡、同市長坂遺跡、 新ら市の堺遺跡、堺南遺跡など縄文時代の遺跡が数多く分布する。平安時代後期に開国には海、源氏の一族が進出し、新らには武田氏がより、北都市大泉町の宿城など、この時期の中世城郭や砦が分布する。戦国時代には、戦国大名となった武田氏が、品の信仰を行う中継地点にもなり、武田勝頼の時代には、 現在のニラ市中田町には新婦城が築城され、府中の移転が試みられ、新婦城は大地の残旧を利用している。また、武田市の滅亡後に、海、品野の武田医療をめぐる天正神後の乱の舞台にもなり、ニラ市、穴山町にはこの事件に関係する城郭として、農民城がある。大地南部では水利にとぼしいため、桑畑となる。 ニラサキシヒ祖母関ニ、領地区には太平洋戦争中の地下号が存在する。戦争が激化し都市部の空襲が相次いでいた1945年3月7日に陸軍航空本部は本土決戦に備えて生産組織疎開計画並びに実施状況を発表し軍事工場を地方都市の地下に疎開させる計画を立案した。 立川飛行機株式会社はこれに基づき、航空本部に対して、ニラ地区の七里岩段階に水道を改作して、地下工場を建設する計画書を提出した。地下号は、ニラ市水神町の青坂地下号、一つ谷、祖母石などに建設され、地元町民や学生のほかに、軍人、建設作業員、在日朝鮮人らが従事した。工事は、機械、 機材を持ち込み、大規模に行われたが、崩落や地下水の浸出により作業は難儀し、工事中に終戦を迎えた。ありがとうございます。